人命救助技術を競い高め合うことを目的としたスポーツ、ライフセービング競技。この競技の日本代表選手として4年間にわたり活躍してきた高浜町在住の山本由紀子さんが代表選手からの引退を野瀬町長に報告しました。奈良県出身の山本由紀子さんは平成23年から高浜町の若狭和田ライフセービングクラブに所属し、平成26年には和田へ移住。同じ年には強化指定選手にも選ばれ、町内の企業で働きながら、平成28年にはオランダで開かれた世界大会に日本代表選手の一人として出場し、リレー種目で見事銅メダルを獲得しました。そうですね、本当にそのやりたいっていうことをさせていただける環境が整えていただけたことと、本当に温かい応援を今までしていただいたので、この結果に結びつくことができたと思います。なので本当にもう関係者の皆様って一括りになってしまうんですけど、本当にありがとうございましたというふうにお礼を思っています。はい。この日、高浜町役場を訪れた山本さんは、野瀬町長に去年開かれた世界大会を区切りとして、日本代表選手から引退することを報告しました。これを受け野瀬町長は、これからも移住者の山本さんに高浜の海の魅力を伝えていってほしいと、今後の活躍に期待を寄せていました。そういう体験メニューがある程度、そうですね、スタートアップとか、そうですね、サップがいいですね。今後もちろん一人ではできることも限られてますので、皆さんと一緒に展開ができたらいいなというふうに。またワールドマスターズゲームもありますよね。そうですね、はい。代表区切りとさせていただくんですけれども、引き続き監視活動やライフセービングに関することは活発に今後も行っていきたいと思っていますし、競技にもワールドマスターズというのが2021年に若狭和田ビーチであるので、そこでは争うというよりは健康的に楽しむということを目的にしっかりとそこでも活躍できたらというふうに思っています。今後はですね、もっとリフレッシュがしたいという方に対して気軽に海を利用していただけるような形で事業展開をしていけたらというのが一つと、あとは本当に綺麗な海が地球規模で財産だと思うので、ビーチクリーンやしっかりと守るというのも引き続き行っていきたいというふうに思ってます。はい。